前日に新大阪周辺のホテルに泊まりまして、次の日も大阪で仕事だったので、仕事に行く前にこのホテルの近辺で、お昼ご飯を食べようと思って物色中でございます。このシャンシャン閣、香る香る閣と書いてシャンシャン閣というお店、ここはどうかなというところで今物色中です。これね、まあ、町の中華屋さんといった感じですね。写真なかなか美味しそう。外観こんな感じです。ザ中華料理屋さんという感じで、四川風味と書いてありますね。で、内観ね、こんなお店の中の雰囲気なんかも見まして、いろいろ写真を見てですね、このお店実際どんなお店なんかなっていうのを想像しまして、で決めていきます。これ徒歩で行きますと、10分ですね。まあ、そこそこ近いんで、とことこ歩いてこのお店に向かおうと思います。出発します。はい、ホテル出ます。この新大阪のあたりはですね、いわゆるビジネス街になっているので、ちょうど今お昼前ぐらいですけれども、このビジネスマンの方々がいろいろこのね、お昼をこうテイクアウトで買いに出たりとか、どっかのお店に入ったりとかで、結構ねお昼時あふれ返っております。こういうお弁当なんかをこういう風にね、街中で売ってたりとかするところにもサラリーマンの方々並んでらっしゃいますね。さあ、これ JR の高架をくぐる通路くぐっていきましょう。革ジャンの季節になってまいりました。さあ、シャンシャン閣見えてきましたね。で、これネットで見た外観やみたいな感じでね、ちょっと思ったりするのも楽しいところです。さあ、営業中入っていきましょう。メニュー見ていきます。これ、ね、ランチメニューがこれ、半チャーハンをいいですね。醤油ラーメン半チャーハン、パイタンラーメン半チャーハンとか、これ麻婆豆腐麺にライスと唐揚げ2個っていうのも魅力的ですよね。冷麺夏限定、これ夏限定ものってこの10月ぐらいはどうなんだろうっていうの気になりますよね、いつもね。麻婆豆腐麺とライス唐揚げのやつ、はい、麻婆麺とライスと唐揚げ2個の定食にしました。あ、これ喫煙できるようです、このお店ね。灰皿あります。パンダが鎮座しております。他のメニューもちょっと見ましょうかね。定食メニュー、唐揚げ定食とかね、麻婆豆腐定食、酢豚定食、やっぱ大体このエビチリ定食、酢豚定食あたりがいつも惹かれるんですよね。でね、結構ね、これランチ以外のメニューもね、これかなり充実してまして、本格的ですよね。ピータン豆腐とかね、あんまり普通の町中華の店にあんまないんですけど、結構ね本格的な四川中華のお店で、お値段がそこそこリーズナブルみたいな感じですね。白身魚の甘酢あんかけとかもいいですよね。マーラーホタテとかね、結構珍しいメニューありますね。割とこの本当本場の感じ、おそらくシェフの方が中国の方だと思うので、割とね本場っぽいメニューが並んでますよね。四川風白身魚野菜煮込みとかも美味しそうですね。マーラーエビね、マーラーは辛いっていうことなので、エビの辛いソース、ホタテの辛いソースの炒めみたいなことでしょうね。中国風ナス炒めとか、パイナップル酢豚もあるんですね。ほら、これカリフラワーのスパイシー鍋とかもかなり珍しいメニューです。これ四川の本場のレストランでは割とポピュラーなメニューなんでしょうかね。結構豚ガツ炒めね、かなり本当ね、これ新大阪で本格的な四川料理がリーズナブルに食べれるみたいな感じなんですかね。四川風天使エビのピリ辛山椒、うまそうですね。天使エビすごい
あの綺麗な色のねエビですよね。特選アワビなんかもありました。これ北京ダックあるんですよね。フカヒレ姿にもあります。私も北京ダックが大好きでしてね、北京ダックあると嬉しいですね。ちょっと夜にねお酒飲みながらゆっくり来るのもいいかなと思います。はい、まずは麻婆麺とライス届きました。いいですね麻婆。この麻婆麺の上の麻婆豆腐、割とねあのそんなにドロドロ の感じじゃない、辛すごく辛いって感じてもなさそうですね。スープいただきます。割とねスープがあのすっきりスープで、あのいわゆるやっぱの本場っぽい感じのラーメンのスープですね。でこれ麺もこれあの僕のイメージだけかもわからないですけど、本場 の, 中国で食べるそのお蕎麦の麺というか、あの日本のラーメンの麺みたいにこの卵麺っていうか黄色っぽい麺ではなくて、割と向こうの麺ってあの白っぽいんですよね。白っぽい細麺ですね、はい、でこのスープも割とあっさりめで、麻婆豆腐のねまたこのね麻婆、このあっさりスープに麻婆豆腐がうまくこうミックスされてね、ちょうど本当にあのあっさりピリ辛みたいな感じのスープですね。美味しい。麺も割とねあのあっさりした麺なので、 見た目はあのこってりっぽいですけど、本当に割とあっさりピリ辛であっさりいただける、まあ熱々ですよね。豆腐をこの上唇やけどする覚悟でいただいてますけれどもね、まあ、麻婆麺ってあんまりね頼むことはないんですけどね、ちょっと今回このなぜ麻婆麺にしたかっていうと、やっぱり唐揚げ2個っていうのがね、それが魅力的でしたね。やっぱ麻婆麺にライスがついてますから、この麻婆豆腐丼みたいな感じでも楽しめるっていう、このね食べ方楽しみ方が何パターンかありますから、唐揚げと白ご飯として、そして麻婆麺として、そして麻婆丼として、スリーウェイ定食ですね。これはやっぱり作ってる方がね男性の方で、あのおそらく中国の方ですね。であのフロアにいる方も、あどうも、はい、これ今唐揚げを持ってきてくださいって言った、これこの唐揚げがね、これがねカリッカリ唐揚げなんですよ。これも嬉しいですね。音聞いてください。どうですかこの音、カリッカリ唐揚げですよ。これ嬉しいですね。やっぱりね唐揚げはカリッとしてるのが好きです。そうで、そのフロアにいるあの、ま、なんかママさんっておっしゃってましたけど、があの中国の方で、女性の方、なんかあのチャイナドレスみたいなの着てらっしゃいましたけどね。でその人と、もしかしたらあの作ってる男性の中国人の方が、もしかしたらご夫婦なのかなぐらいの感じでしたね。でさっきあの唐揚げとか持ってきてくれたりとか、一番最初に僕を席に誘導してくれた方は日本の、方、女性の方で、そんな感じのお店です。だから割と本当にねあの本場中国の中華屋さんみたいな感じの空気感でしたね。でなんかこの新大阪という街のなんというか、このちょっと一般的にイメージする大阪って感じとはまたちょっと雰囲気の違う街なので、なんかこうちょっとこう無国籍な感じの雰囲気も若干ね僕の中のイメージではある街なので、それと相まって
なんか本当にね、ちょっと中国の上海とかではない、ちょっと地方都市に訪れたような空気感すら感じましたね。あ、今あのちらっと映ってるね、チャイナドレスのあの方がね、多分ママさんですね。でなんか割とね、常連さんなんかもいらっしゃってね、仲良く喋ってて、すごく雰囲気がね、明るくてね、居心地がいいお店、常連さんが通うのも分かるなっていう感じのお店ですね。夜も多分賑わってるんでしょうね、この感じだとね。順調に私汗をかいてきましたね。やっぱり言ってもね、麻婆豆腐ピリ辛なので、辛いもんじゃなくても私飯食ってると、あの顔面だけ汗をかくという体質なので、これピリ辛のもんですと余計ですよね。まあでも汗をかきながらね、ピリ辛で熱々の麻婆麺をいただくっていうのも、これもねおつなもんですよ。でここでね、塩ね、胡椒も入ってるかな、塩胡椒かな、それをちょっとつけながら唐揚げ、まあ、若干の味変をしながらね、唐揚げいきます。こうなってくるとどんどん唐揚げの味が濃くなってきますので、この白ご飯が合いますよね、どんどんとね。そろそろ麺が少なくなってきましたかね。この辺りね、本当にランチするお店にも困らないというか、本当焼肉屋さんがあったりね、ラーメン屋さんも何軒もありますし、結構楽しいです。ファンですと声をかけていただきました。絶対みんな気づく。オーラが出てるからみんな。マスク着てますとすぐ分かりましたよ。分かって言いながらちょっとご飯塩コショウ足します。ここ調味料も何種類かテーブルにね置いてはりましたね。ママが芝にあげてもらっていいですか。ありがとうございます。ちょっとあまり日本語上手くないから、はいはい、私が代わりに渡してほしい。すいません、ママからです。あまりにも汗かいてるの見て。いらっしゃいませ。ね、ママさん優しいですね。あの男の人は汗だくだからおしぼりを渡してあげてほしいってね、いただきました。ありがとうございます。ママさんまだあんまり日本語がお上手じゃないっていうふうにおっしゃってましたけど、もしかしたら割と新しい店なんですかね。結構日本に来てまだそんなに時間が経ってなくて、このお店を出店されてみたいな、結構出店して間もないお店なのかも分かりません。確かに割と店内新しかったです。外観も結構新しかったですもんね。
お疲れ様でした。ああ、すみません。ねえ。はい。はい、ありがとうございます。撮りましょう。今日のお誕生日なんです。マジで。おめでとう。私今日プレゼントあげたの、2人。おめでとうございます。いいです？あ、もちろん。夏。ちょっと汗だくやけどごめんなさい。